中日ドラゴンズはドラフト1位に、エネオス渡来勇気選手を指名することを、立浪和義監督が公言した。今年も独裁か。投手いけよ。アホすぎて草。2位で投手取れよな。な、これで競合したら笑うけど、さすがにないかな。頼むから競合しろ、そしてくじ外してくれ。マジで頭抱えた。マジで言ってんの。いい選手とは思うけど、単純に若手外野飽和状態だと思うんだけどな。2位でもいい投手取れるっていう魂胆か。なんで野手突っ込むんだよクソが。アホ並みの一存やんけ。まあ2位でも良い投手残ってそうだし、渡来が本物であることを願うだけ。2位と1位の投手ではだいぶ差があるけど良いのか。外野って唯一ギリ足りてると思うんやけど。2位でいい投手残るかね。外野渋滞で草。マジか、渡来自体は評価してるけど、うちが今外れではなく高原で狙う選手かな。数年後、ヒロトしか先発がいない絶望の未来の可能性が上がってしまったか。数年後にそんな選手おるわけないやろ。他チームかメジャーに行っておるわ。ピッチャー行って欲しかった、せめてないや。渡来が悪いとかやなくて今年投手行かないのはありえんわ。来年が勝負の立浪の意見通しただけやん。やめる人の話なんか通すなよ。せめて投手行った後ならわかるけどさ。こうなると2位でどの投手取れるか次第やな。ああ、早終わんねえかなこの地獄。セカンドで使うってことやろ。そうじゃなきゃ納得いかないんやが。村松1年で見切っててくさ。外野渋滞してるけどな。本当に取れるなら鵜飼は現役ドラフトあるかもね。大山みたいにいい意味で裏切ってくれ。文句言ってる人は渡来に不満を持ってるんじゃなくて、立浪ドラゴンズが渡来を指名することに対して不満を持っている。ということだけは把握してほしい。編成終わってるってマジで。何のための再会やねん。くじ引くの嫌なんだろうなって、何にせよ来てくれた選手は全力で応援する。競合して外すまでが立浪区降りて。内野で使えると思っているのでなければ意味不明だよ。それにしても2年連続再開でも監督の意見が通っちゃうのね。